オリガは日本を拠点に活動したロシア人のシンガーソングライターである。本名はオリガ・ビター・リエブナ・ヤコブレバである。既婚、一児の母。ソビエト連邦ロシア共和国のボシビルスク郊外の農村生まれ。幼い頃からエストラーダやロシア民謡に親しみ、9歳の時にテレビ出演して兵役を液境する兵士についての歌を披露している。ペレストロイカキに、 西側のポップミュージックに初めて触れ、深い感銘を受ける。もともとは音楽教師志望で音楽学校に通っていたが、同校卒業間近の1991年夏に、ソ連を訪れた札幌大学の教授と偶然婚姻になり、急遽日本に招かれる。卒業後の1991年11月に、姉妹都市の交流プログラムの一員として来日する。 札幌で3ヶ月ホームステイする間に数々のコンサートやテレビ出演を重ねていたところをスカウトされ1992年に札幌のインディーズレーベルからアルバムを発売しているその後は1993年にロードスカイと契約して1994年にアルバムオリガでメジャーデビューを果たす1995年7月1日に 浜田翔吾ウィズ・アー s インスピレーションズの一員として、阪神・淡路大震災のチャリティソング、我が心のマリアでメインボーカルを担当した。浜田翔吾は、オリガの歌声を、本当に暮らしい場だよね。天使の歌声ですよね、と評している。デビュー以降は、日本とロシアを行き来する生活を送っていたが、1996年前後に、日本に拠点を構える。 作曲家の菅野洋子と組んでコマーシャルソングやアニメソングを多く手掛けた。その縁から様々なアニメフェスにも参加している。2011年プラネタリウム番組スター・リー・テイルズ・セ座ザは時を超えてで主題歌を担当した。これを皮切りに姫神の楽曲に参加する。その後も加賀屋によるプラネタリウム番組の主題歌挿入歌においても姫神と共演し参加している。 2015年1月17日に肺がによる心不全のため神奈川県内の病院で死去。44歳没。ありがとうございます。